ルイスタデ・ブラジア・フィールは、ブラジル・バイヤ州、バレーラス出身のレーシングドライバー。2005年から、シングルシーターの4輪レース活動をはじめ、ブラジル・フォーミュラルの2.0、南米 F3 選手権に出場。翌年には、南米 F3 選手権で、チャンピオンとなる。また、シーズン後半には、F3 全員インターナショナルマスターズのスペインラウンドに、スポット参戦。 行われた3レースすべてで優勝した。2007年からはヨーロッパに活動の軸足を移し、2007年から2008年は主にユーロ3000選手権及びイタリア F3000 選手権に参戦した。2008年はフォーミュラルの3.5にも数戦出場。2008年終わりから2012年シーズンまで GP に及び GP にアジアシリーズに参戦し、 2012年には、ランキング2位となった。バイヤ州知事と共に2010年の2011年2010年は、バージンのサードドライバーとして契約した。2011年は、ロータスのサードドライバーとなり、2つのグランプリにおいて、フリー走行を1回目に出走した。2013年マルシャのレギュラードライバーとして契約したが、スポンサーからの支払いが期限内に振り込まれない。 トラブルが発生したため開幕前に契約を解除された GP にアジアシリーズインディライツ。ありがとうございます。